2040年、人類は初の宇宙コロニー、ビヨンドに移住した。久しぶり。そこには信じられない秘密が隠されていた。疑似世界を我々人間が作ったんだ。この希薄な宇宙空間に人類の生命力は種の進化を超えているかもしれん。スナッチャーのスタッフが作り上げたもう一つの未来体験、コナミの 3D 用対応ソフト第1弾ポリスノーツ、来春公開予定。ポリスノーツなんてもう過去の遺物じゃない。ポリスノーツは俺の人生にとっては誇りなんだ。それに彼を救うには。天と地が一つに見えるところ、ここは本当のあの世、ビヨンドかもしれん。この疑似世界を我々人間が作ったんだ。この希薄な宇宙空間に人類の生命力は種の進化を超えているかもしれん。
ぱり私たちが一番身近にパッと思い浮かべるのはやっぱり映画の中での宇宙っていうか、いろんな映画を小さい時から見てきて、未知との遭遇とか、2001年宇宙の旅とか、そういう映画私もワクワクしながら見てたんですけど、自分自身としては今でも絶対に宇宙、そして宇宙人っていうんですか、宇宙人の存在とか信じているんで、いつか会えたらいいなって思ってるんです。私の知り合いの人でね、やっぱり UFO を見た人がいるとか、いるんですけど、そういう方が、私もどうすれば見れるのかなって思いながらちょっと心の中で念じたりしてるんですけど、まだなんか修行が足りないのか、見たことないんですけど、いつの日か見たいなと思っています。私が基本的に好きなのは割とラブロマンスとか、あと家族ものと子供ものに弱いですね。子供ものの映画を見るとついついほろっと来てしまうっていうか、すごく、映画の中の物語なんですけども、すごく胸に来てしまうっていうか、ジーンとする場面が好き。例えばマイガールとか、あと4人の男の子が出てくる、何でしたっけ、あ、スタンドバイミーですね。ああいうのがとっても好きです。普段やっぱりちょっと今忙しいので、家で家に帰ってからゲームやるってことがちょっと難しくって、でもたくさんのお友達と一緒で旅行に行ったりした時なんかは、あ、じゃあゲームセンター行こうっていう感じで、みんなでワイワイ楽しみながら行ったりします。そうですね、 UFO キャッチャーとか、あと占いの、ゲームとか、クイズのゲームとか、割とそうですね、自分でピコピコ動かしながら攻撃していくっていうのはちょっと苦手かなという感じですね。やっぱりアニメーションだと、まず第一に絵に合わせるっていうことがもう大前提っていうか、口の動き方に声が合ってないと、どんなにねこう気持ちが入って、いいお芝居ができたかなと思っても、それはやっぱり NG になってしまうんですけども、だからすごく制約がある中で、どんだけ自分の感情を出せるかなっていう難しさがあると思うんですね。で、ゲームの方はその制約がない分、セリフをこう自由にのびのびと喋ることができるんで、とてもリーグ養成ギブスでもないですけど、突然すみません、そういう枷がね外れたような感じで伸び伸び喋れるかななんて思います。ただ逆にやっぱり私たちがどんだけこう大きく芝居お芝居できるかなっていうところで、後から顔の表情とか、ゲームも後から顔をつけたりしますよね。その表情が決まってきたりするのかなと思うと、とっても責任が重いかなって思ったりします。はい、スナッチャーで、やらせていただいたジェミーっていうのは科学者で、理知的な女性で、感情を割と素直に出せないっていうところがあって、でもきっとこういろいろ心の中でね、思いがあるのにそれを出せないっていうところが、ね、その本人も辛いんじゃないかなって思ったりして、ですからこうぶっきらぼうなセリフでも、やっぱり心の中ではすごく思い入れがあって、ぶっきらぼうに喋ったり、ちょっと冷たく喋ってみたりとかあると思うんですけど、決して
理知的で冷静な女性だからといって冷たい感じにはならない方がいいんじゃないかなと自分で思って、そんなことを気をつけてみました。カレンさんの方はですね、最初に喋る前にこう絵コンテっていう形でカレンはこういう女性ですっていうのを見せてもらったんですけども、すごく綺麗で、ああいいないいなと、私は同性ながらとても魅力を感じてしまったんで、その絵の雰囲気にね、そうですね、まあ、負けないようにとは言えないんですけども、イメージを壊さないように素敵な女性になればいいななんて思いました。でやっぱり、ジェミーと同じように理知的な女性なんで、なるべくそういう雰囲気を出せるように、はい、心がけました。私割と新人の頃から喋り方がまったりしてるって養成所の先生に注意されたりしてて、こうテキパキ喋るっていうのがとても苦手だったんですね。それででもやっぱり、新人の頃はいろんな、短いセリフでもいろんな役をね勉強しなくてはいけないので、すごくテレビを見ながらいろんな女性ニュースキャスターの方の喋りを見て、あ、こういう風に喋るのかっていう感じで訓練っていうか勉強したりして、でなんとか今はやっと喋れるようになったかなという感じです。はい、本当に楽しい作品になっていると思います。実を言うとアフレコをなんと6日間もかけて撮ったんですね。こんなこと私は本当に初めて で台本もすごく奥が深くてとっても面白い作品です。ぜひ楽しんで見てください。私作るときにいつもやるわけではないんですけども、お料理の先生ごっこっていうのを一人でやるときがあるんですよ。ここでお塩入れましょうとか、喋りながら作るとすっごく楽しいんですね。で昔世界の料理賞っていう番組があって、私それ大好きで、お料理を作りながら一人のおじさんが面白いことを言いながら、こうワインなんか飲みながらお料理を作るんですけども、まあ何かそうお料理を作るっていうにしても、さあ作らなきゃ作らなきゃっていうその使命感で作るんじゃなくて、ああなんて楽しいんだろうって思いながら作ると、お料理もとってもね、なんかまあ愛情がこもって楽しく美味しくできるかななんて思って、こうこっちで何か炒めてる間にそれでは付け合わせを作りましょうとか、まあ一人でやってるとですね、まあ父とか母が大丈夫かっていう目で、たまに見られる時があるんですけど、その辺はあまり気にせず、そんなことして楽しんだりします。天と地が一つに見えると、ここは本当のあの世、ビヨンドかもしれん。
ジョナサン、久しぶり。28年ぶり。ジョナサン、しかしジョナサン・イングラム、久しぶり。ジョナサン、ジョナサン・イングラムか。懐かしいな。グレイン、車から離れろ。ファイナリーマヤ。そんなことが可能。これは自製薬会社だけの犯罪じゃないぜ。大きな組織やなんてこったい。いつはただの薄暗くなってくる。敵？バラーセル。俺は自分のためにしか行動しない。どうなってるんだ。確かに命中してるはずなのに。奴は不死身なのか。我々の科学は人類の進化スピードを追い越してしまった。我々は宇宙へ出るにはまだ早すぎる手段だ。ジョナサン、勝ち目はないわ。俺は戦う。ポリスノーツなんてもう過去の遺物じゃない。ポリスノーツは俺の人生にとっては誇りなんだ。奴らもっと恐ろしいことを行ってる。奴らはあんたらが思っている以上に根が深い。用心するんだな。また連絡する。じゃあな。